トゥクバルチェリは国際的にはジョージア国内の自治共和国とされるアブハジアの都市。アブハズ5名はトゥアルチャル、ロシア5名はトクアルチャル、トクバルチェリ。ガリズが川沿いに位置し、鉄道でお茶むちらとつながっている。1935年から近郊で始まった炭鉱採掘で1942年に町となり、第二次世界大戦には、 ドネツ平原などに輸出したが一時ナチスドイツに占領された。1992年から93年にかけて起こったアブハジア紛争ではグルジア軍により包囲された。1995年に新設されたトクアルチャル地区の中心地となった。長きにわたり炭鉱は町の中核産業であるがソ連の鉱山はすでに閉ざされ、現在ではアブハジアとトルコの合弁会社である。 トムサ主社が露天掘りを行うのみである。トクアルチャル地区の予算の実に75%は、同社からの納税で賄われているが、同社には環境基準に違反していると批判の声もある。2014年のソチオリンピックに向け、新しいセメント工場が持った計画中。グルジアは1996年の CIS 会議で、この投資被災を明白ない方向意と主張しており、 トゥクバルチェリさんの原炭を積んだ大型船数隻を打破したこともある。その理由として、トムサ首社を破綻寸前に追い込むためとの説がある。トゥクバルチェリのアカルマラチック1989年には2万1744人が暮らし、主にアブハジア人、ロシア人、グルジア人の3グループから構成されていた。しかしアブハジア紛争の末、産業活動が完全に停止し、 人口が大幅に減少した。2004年時点での人口は7000人から8000人とされるが、4800人しかいないという報告もある。ありがとうございます。